でもくですさあ、アビスパ福岡の新体制が出たようなので、適当に見ていきたいと思います。まあ、監督は長谷部さん、あ、その前にね、いやー、福岡の皆さん、J1 復帰おめでとうござんす。いやー、ジンクスっていうのはすごいですね、<laughs> 本当に。いやー、長谷部体制ねー、なんか、 勝ないイメージ1年目でこう地盤を作って2年目で行くって俺は予想してたんだけどいやジンクスってのはすごいねもう1年目からね序盤こそ本当福岡いやジンクスついに破れるかと思ったんですけどなんだあの夏の <laughs> 10連勝ぐらいしたんけ強かったねあの時の福岡ね本当に守備が硬かったですあもう一人一人のやっぱ予性が素晴らしかったですねまあってことで ハセベさんが続投というところで、えー、メンバー見ていきましょう。結構ね、放出もね、まあ、レンタル組が多かったっていうのもあり、ちょっと主力選手が抜けたところも、正直ありますね、福岡。まあ、ただしかし、それを埋めるほどの戦力をやっぱ取ってきたっていうところで、まあ、見ていきますか。さあ、一番が不在でございますね。最終節にセランテスじゃなくて、山の井が出ていたところを見て、なんかね、 山の井が逆に契約満了なのかなとか思ってありましたけど、セランテスが対談ということでございました。まあ、セイゴールキーパーは村上も、まあもちろんね、実力派なんで、えー、まあ村上がイキーパーでやっていくんでしょうかね、わかんないですけど、まあ背番号2から、じゃあ順番に見ていきましょう。えー、ユーザーはね、はい、去年も素晴らしい推進力見せてました。 そして3番、サロモンソンがこれは完全遺跡で、えー、加入すかね。うん、まあ、これもいい補強ですね。で4番、グティエレス。はい、カルロス・グティエレス。まあ、去年ちょっとね、もう、まあ、なかなか怪我とかもあって、うん、ただ今年こそね、本当に本領発揮って感じじゃないですか。で、まあ、ね、やっぱり、レンタルで柏に行った、上島が、ああまあ、 レンタルで柏に、柏に行ったじゃないレンタルで福岡に来てたね。上島がね、戻っちゃったんで。まあ、その代わりと言えるでしょう。宮大駅はい。これもいい補強だと思います。うん。取りましたね。5番。で6番が前。7番が茂弘。そして8番に杉本太郎ですね。松本山田から分取ってまいりました。うん。まあ、この選手もいいですよね。個人で仕掛けることもできるしな。まあ、なんかやっぱ、 なんか、杉本龍二とかもそうだけど、杉本ってつく選手はなんかシュート意識高いね。うん。<laughs> 気のせいかな、えー。9番ファンマ。10番ジョーゴ。11番山岸。そして13番、これはね、これもいい選手取ってきましたね。横浜石から。まあ、左サイドのね、なんか王子様みたいな感じですよね。髪の毛なびかせながら走り。そしてミドルシュートも持っているシチいい補強ですね、これ。 で、14がジョルディ・クルルクス。かっこいい名前の。オランダ人かなローだから来てるから、オランダですよね。まあ、全然どんな選手かわかんない。まあ、94年生まれっていうことは、まあ、なんか油乗ってていい感じの世代ですね。うん。いや、これは本当に蓋を開けてみないとどんな選手かわかんないね。楽しみ。で、17に渡りね。なんかま、あ まあ、東野とはちょっとタイプは違うけれども、その献身的なプレーってところで言うとちょっと似てる選手かもしれませんね。うん、まあ、十分に、やっぱ渡りもゴールたくさん取れる選手なんで、うん。まあ、そこの穴を埋めれると思います。うん。顔もなんか気持ちいい、東野と似てるしな。で、まあ、この辺はいいとして、えーっと、ブルーの面ですね。27番。フォワードブルーの面です。ブルーの面です。 でね、アビジョアビスパの女子が踊るでしょうかどういうちゃんとが用意されるのかブルー、ゴールゴール、バモゴールなんちゃらメンデスですよ。はい。<laughs> 適当すぎるわ。<laughs> まあ、ブルのメンデスはもちろんね、J1 でもう得点もね、あそこそこやっぱ取っていたはずなので、何ゴール取ってたんだろう去年が去年9ゴールか。ほうほうほう。ね。まあ、あそこそこやっぱちゃんと点取れる選手なんで、計算ができる選手。 素晴らしい選手がやってまいりました。フィジカルも強いし、セットプレー強いし。で、29番に言ってみた吉岡、はい長崎から来たね。ああ、なんかそっちかっていう、ちょっと意外性もありつつ、なんかこう、福岡はこの選手にやっぱ光るものを感じて取ってきたんでしょうね。やっぱ、でどうしてもク熊とかね、あっちの方が目立ってたシーズンだったんで、去年の長崎は名倉とかね。うん、お、吉岡行くんだみたいなところありましたね。 まあこの福岡で長谷部監督のもとは引かれるでしょうか。ポテンシャルはやっぱ十分あるんでね。ラカミ、ドグラス、グローリー。えー、外国人多いね。1、2、3、4、え、5、6人おめっちゃいるね。ケネディ・イーブスもなんかもう <laughs>、フィジカル的に言ったらもう外国人みたいな感じでした。すげえ、外国人めちゃくちゃいるな。 えーでで41番ゴールキーパーが長石匠はゴールキーパーですから、まあ、レギュラー争いが大変っちゃ大変ですけど、うん、どうでしょうか。まあ、経験、試合出場を求めて移籍というね、感じだと思うんですけれども。うん、えそして44番の森山、君也っていうんだ。へえ2002年生まれだって、すごいね。2002年生まれか。はぁ、あ。 ね、日本でね、ワールドカップあったとか知らないかもな、もうな。えー、この人はも森岡じゃない、えー、福岡ユース出身だそうです。えー、ポジションのディフェンダー,、えー、ディフェンダーはどこなんだろうね。身長178か。センターバックの可能性もあるな。わかんないけど、ね。イタリアに飛び立っていった彼のような存在になれるか。まあ、交互みたい。そして、 えー、この新体制発表の後に18日に鹿島から奈良がね、えー、やってまいりましたね。期限付き。奈良は背番号何番になったんでしょうかあー、知らん、知らんけど。まあ奈良はもちろんね、ゴールキーパーもできるし、いや、本当に素晴らしい選手なんで、うん。まあディフェンスの層がね、やっぱ分厚くなりましたよね。まあなんか長谷部監督らしいメンツをしっかりと揃えてきて、 まあ、まあやっぱ目標はもちろん J1 残留というところで、その守備の組織をしっかり作るっていうメンツが揃ってきたかなって思います。で、まあかといってフォワードにはブルーのメンデスがいたりね。うん、で、ワタリ今取ってきてとかね。まあ迫力のある、フィジカルやっぱ、コンセプトかな。なんか、アビスパーフとかのメンツを見ると。うん。やっぱ体のね、強そうな選手が揃ってますよね。外国人も。 っていう、まあ、そんな中にこう杉本みたいにねちょこまが動いてねボールを動かす選手もいたりして、うん、なかなか個性あふれる去年同様に個性あふれる面白いメンツが揃ってきたかなって思います、うん、まあ J1 で得点で量産する石津の姿とかもちょっと見てみたいなって個人的には思いますね、まあ、あとやっぱりジョーゴレジェンドがキングがね J1 でもう一回ねちょっと花開くところも見たいかなっていう おー情報。はい。ユニフォーム見ていきましょう。はい。おー。ハニカム構造。チの巣。なるほどね。アピスパらしく。なんかでも、気のせいかな。なんかこ、このユニフォーム、2 0 1 0 12、3年頃にこんなんなかったっけ <laughs> なんかめっちゃ生地感、すでに見てる感覚があるんだけど。気のせいかな。まあでも、 そりゃな、長い間、ユニフォーム見てたら、似たデザインはあるか。なんかすげえ見たことあるんだけど、この感じのデザイン。まあ、ただここにやっぱオリジナリティ入れてんだろうな。うーん、全身コンだそうです。お、なにこれ。あ、アビスパの A が入ってる。えー。アウェイユニフォーム。ま、あアビスパのアウェイユニフォームはやっぱこんな感じのイメージですよね。グレーで。あ、シルバーか。すいません、グレーじゃなかった。シルバーでした。シルバーの方がかっこいいね。だそうです。 ゴールキーパーは赤、緑。まあ、全部デザインは一緒だね。色が違うって感じで。えー、縦縞ですね。今年の福岡。うん、ゴールキーパーは今もブラックもあるんだね。ヨネックス。うん。まあ、ヨネックスのデザインもね、いいっすよね。なんか外れはあんまない感じがしますけど。うん。まあ、ってなとこで、えー、福岡の新体制見てまいりました。 はい。いやー、20チーム中、4チームが落ちるっていう J1。まあ、福岡はやっぱり今、チャレンジャーの方だと思うので、まずはね、<laughs> そこを逃れるところ、いやー、目指していきたいところですよね。まあでもそこを狙えるようなメンバーは整ったし、まあ何よりやっぱ監督がね、初めての J1 か。うん、っていうのも含めて、こういろいろチャレンジしていってほしいなって、福岡に思いますね。 いやー、楽しみですね。まあでもやっぱ堅実な戦い方しそうですね。<laughs> ハイライン、ハイプレスみたいなめちゃくちゃなことはしなさそうな <laughs> 感じがするんで、割とこうね、引き分けとか積み重ねて、なんとなく勝ち点積み重ねていきそうなイメージがありますね。うん、はい。こんな感じで、福岡今年どうなっていくでしょうか。楽しみでございます。以上です。新体制見てまいりました。